まあいいや、今日はこれでいこう。今日はこれでいこう。ああ、なんかすげえダメージ受けてる。どうしよう。13,000。13,000ならまあ修理の方が安いのか。まあいっか。タスクをやるか。IS さんどうも。タスク何があったっけ。まあいろいろあるんだけど、何これ。ションかね。グレキルと、何これ。アメリカ人ばっかやってるよね。モディファイ R11、RSASS。RSASS 作るの多分結構金かかるんだよね、これね。で、これ拾ってくるやつで、ジャガさんどうも。で、モーシンで、あれか、タルコフシューターか。何やるかなぁ。あれ今日音楽流れてるところで。流れてたーと。何やるか。もうラボ行こうか。一人で行くのもなぁ。いいんだけど別に一人で行っても全然。なんかやりましょうね。ハンドオーバーザーレターフロムメッセンジャートゥーダーセラピスト。カスタムいっ、あ、これはあれか、鍵渡すだけのやつで。WD40100mm。 音楽流れてる。了解。なんか、なんかいっぱい来る。こ、画面ギリ見えてないかな。なるなるさんどうも。なんかネット遅いな。今日の晩飯についてか。で、何やるか。っていうか、モディファイするか。RSS。今俺金いくらあったっけ ?170 万か。RSS を作るか。じゃあ。あこさんどうも。チャーリーどうも。お前どうでも、俺が顔出てるのどうでもいいだろうよ。今日スカブで出撃したら2回も手持ちにラボッキー持ってた。え、すげえなそれ。
あこさん、あこさんどうも。今日なんか距離感がさ、カメラの距離感が昨日より近いんだよね。誰よりも遠くを感じない顔だし、お前写真盗撮してツイッターに勝手に晒してやるからな、そんなことばっか言ってると。やろう、リアルで知ってんだから顔出しもクソも何も嬉しくねえだろうよ。手を振ってくれると私も手を振ってしまいます。あこさんどうも。あこさん手振ってんのかな今。突撃してここのカメラに映ればいいんだろう。タスクの誰だっけ、メカニックか。ガントゥミトゥ、ガントゥミトゥはパートセックス、ガントゥミトゥパートセックス。スコープ1の 6×24、山本さんどうも。スコープマウント MF っていうか RSS って今誰が持ってんだこれ。 RSASS か。RSASS 俺見たことねえ。オラ見たことねえだ。1355ドル、1355ドル、一番安いだろ。2000ルーブルもすんの。こっからまだあれだからね、サプつけなきゃ。これこのさ、サプ確か高いんだよね。まあいいや、やるか。これ買ってでリンクサーチすればいいのかな。俺そういえば違う、スコープを持っていたような気がするんだが、あちょうどねえな。マウントはこれ使えんのかな。6の24、これは6の24持ってるじゃん。オッケーオッケー、ここだけ浮いたわ。しかもそのままつく、いいんじゃないこれ。マーク2さんどうも。持っててよかった、クモン式。セイザさんどうも。んーで、あとは何つければいいの。フォアグリップ、あーフォアグリップか。フォアグリップつけるのにこれ、そのポン付けいかないよね。リンクサーチして、これ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 と、マクレーンさんどうも。これとフォアグリップ。フォアグリップはもうあれだよね、ピースキーパーが売ってるよね確か。
ピースキーパーのレベル3か。解放されてるかな。あ、レベル3になってるね。ピースキーパーのレベル3の AFG、 AFG これいってんのか。そのままつく、これ。あ、つく、ナイス。そしてグリップ外しの、グリップつけの、部屋が明るいんじゃなくてモニターの光を拾ってるんでだと思います。いつもより電気は消してます。あと、まあカメラが違うからね。今日ツイートしたカメラ使ってるから。あと昨日より露出を上げてるので明るく映ってます。で、スコップじゃなくて、あとはあれか、マズルか、マズルプラスサイレンサー、ピースキーパーのレベル2で売ってんの。ピースキーパーのレベル2、これか。あ、違うな、これ 9×19 だから違うな。こっちか。ハイブリッド46、これか。これと、これがソニーの新しいやつ。そうです、服の露出はちょっと言ってる意味がよくわかんないです。服に露出あるの？これそのままつかないやつ？あ、間違えた。つかないよね。マズルを何かに変えなきゃいけないのか。DT マウント。DT マウントが欲しいのか。俺はレベル2で売ってんのかな、DT マウント。これは DT マウントではない。肌の露出？あ、着てるものを脱いで。おじさんのさ、脱い、そんなの見ても何も嬉しくないでしょ。これか、 DT マウント。え？嘘でしょ？ついた！よし、これで渡せるんじゃない？メカニック。あれ？受け取ってくんね。何が足りないんだ？エルゴノミクスが65。あ、エルゴノがちょっと高いな。なんでだろう。腹筋鍛えてたじゃん。いや別に見せる必要ないでしょうよ。見たいの？大体生徒さん見たいの？見たいって言ったら大体おかしいよ。ちょっと これエルゴのこっからあと、なんだ、いくつだこれ。62、反動が250未満。反動が250未満。ホリゾナルリコイルが多分、これも通ってないの。何を改造すればいいんだ、こっから。別にあの女性のファンを増やすために、っていうか腹筋が割れてるからって
女性のファンが増えるわけじゃないでしょうよ。弾抜いた重量オーバー、弾関係あんの？65になった。でもホリゾナルリコイルが、まあ、これで受け取ってもらえれば別に何の問題もないけど。あ、さすが浅草さん。M870 持ちこわいっつってるね。さすが浅草さん。ユーロでくれるんだ。これドルが入ってたかな。こっちか。とビットコインゲット。はい、浅草優秀。スコープを買わなくて済んだだけでだいぶあれよね。1,2,3,4,5,6,7,8、 あと1枚、あと1枚、あと1枚。さて、リペアして、さて何やりに行こうかな。これでとりあえず、とりあえずな感じになってラボ鍵を買っといて。だいぶ増えたねラボ鍵。昨日行かなかったからね。模神のタスクでもやりに行こうか。まあ別にやらなくてもいい感はあるからな。かといってあそこ、なんだっけ、昭和ラインに泥棒しに行く気もなんか起きないし、タスクか、タスク。M870 はまあ多分そのうちどっかで拾えるだろうから、それ拾ってからにしようかな。んで、これ何持ってこいっつってんだ。 BTR チューミング、誰のタスクだ。スキア、これか。あー、ゴールドチェーンをね隠してこいと。ゴールドチェックレーンが全部で9個も必要。ふざけてる。9個もゴールチェーンを持ってかれるのかよ。なめてるよねゴールチェーン 9個って。あるけどさ、腹立つわ。インターの1階の装甲車、いつも戦車って言ってるところか、あそこ行って置いてくるのと、カスタムの3階寮の
キッチン左奥の電子レンジ、ウッズの製材所、3つ並んだ小屋の真ん中ベッド。あーマジか、引退行くかじゃあ。とりあえずゴルチェを3つ持って、マーマンドも。インターチェンジって他にタスクなんかなかったっけ。どっか見てこいがあるよねこれ、ラグマンのやつ。これもついでにじゃあ引退ってやるか。ラグマンのビクセル、わお、ビクセル、アボカド、コッション、アボカド、どこそれ。あ、最悪、もうタスク閉じちゃった。ビッグセル、ビッグボーイ。ビッグボーイ、ビッグボーイ、トップバンド、うつはいいや、インターチェンジのこれさ、だけど分かりづらいんだよね。浅草さん行かない？置きに行かない？ゴルチェ、誰か、誰だ今俺にいいねを押した人は。なるほど、タブレットをサブディスプレイで近くに置いとけばいいんじゃない。こっちに別にあのこっちにモニターあるんだけどいらなくない、別に。まあいいや、ゴルチェ置きに行きながらとりあえずネタ武器持ってっから、またじゃあ死ぬ未来しか見えないけどこんなの持ってくと。これをってこんな感じで、あとサイドアームがハンドガン15発。まあ向こう行って何か殺せるでしょ。でインターチェンジに行って、わあいる、なんか今日すげえいる、わあ行きたくねえ。ウッズに行けばいいかな。ウッズに置きに行こうか。ビビって、まあいいや。ディスプレイ3枚もないですよ。今2枚だけですよ。
イディアのからそっちに行った。トップバンド、ああトップバンドね、なんかまあぐるぐるしてればあるってことだなこれ多分。なんでプレイヤーを待たされるんだろう。しかし今夜は暑い。さらに PC の、そうね、それよ。でも俺除湿だけかけててちょっと寒い。でもこれ止めると暑い。ってかあったあったリモコン。でみんながツイッターでいいねを、いいね、いいね。人間っていい。あ、なんかちょっとすいません、ガチャガチャ、マイクがガチャガチャですいません。俺そういえばリシェード全部入れてないから、必要な分しか入れてないから浅草さん残念。コメさんどうも。リシェードってさ入れれるのをさ選択できるからさ、2つしか入れてないんだよね。入れ直せば項目が増えるんだけど、こんなとこにサレワがある。あそこはいけないよな。でも最初に調子に乗って カメラだとな、コメントに目を移したのがバレちゃうんだよな。別にバレてもいいんだけどさ。あいだやべえ、あれが入ってない。デバイスチートが入ってない。デバイスチートが、ちょっと待って、デバイスチートが違う、なんか鳴った。デバイスシート、コメント見てるアピール。そういえば変な T プラグとかゴミも集めてこなきゃいけないんだよね。 T プラグとコードと、お、トレーサー撃ってきたよ。
焦った。てか弾入ってねえじゃんこのマガジン、最悪。まあ10発だからすぐか、リロード。ちょ、誰すげえ撃ってくんだけど、っていうかなんでか知らないけど足も持ってかれてんだけど、ここでなんで、どういうこと、ここで足がなくなるのなんで。貫通チートやめろよなー、もう。すげえ貫通してくるんだけど、どういうことだよこれ。何、配信用 PC にディスプレイいらない、配信用 PC にディスプレイいらないの。いや、今こっちを見てるのは配信用の PC で、こっちでこれを見てるのはゲームだからね。そこにいるじゃん。バナナプリ。あぶらぶらぶら、死ぬ死ぬ。ちょっとさ、いろいろ拾えないんだけど、これじゃあ。お、あ、どこだ？死んじゃう死んじゃう。信じらんないぐらいを食らうんだけど。ちょ、なんかさ、貫通してるよね、弾。なんであそこにいてさ、何人いた？ 3 人いたうちのさ、なんかすげえ右から当てられてるけど、貫通すんのやめてほしいんだよなこれ。弾貫通してんだよ向こうの弾。あんなに左に寄ってるのにさ、おかしいなこのクソゲー。同じタスクあるからお邪魔していいですか。了解、ちょっと待ってね。腹立つわこのクソゲー。ディスコードは私のところでいいかな。絶対貫通したよね今ね。動けなくなっちゃったし、っていうかあれはなんだよ、銃が使えない
大して腕もないやつがあんな銃持ってくからそういうことになるんだ。 VSS カスタムして持ってこう。金ねえな、まあいっか。何この、ボディか。びっくりした。なんか近い。あれ？あ、なんかロックかかっちゃった。なんで？え？これか。あ、でもこれじゃないな。これか？これダストカバーだな。これか？こっちか。これを持って。いらっしゃい。泣いたよな。なんだって？なんでもないですね。気にしないで。はいはいはい。はいはいはい。はいはいはい。よいしょ。チーズを一個と、あとは。VSS のマガジンは誰が売ってんだろう。プラッパーだけど、角間側。なんだっけ、あのラジオペンチみたいなの2個だから、フリマで片方がというか、フリマで買うしかないかと。フリーマンケット、うん、これか。あれでも俺、あれ20発が最大だっけ。これ30発でリンクサーチすれば出てくるのかな、かもしれないですね。こいつか、こいつ、ああこれか、あー長い、あー長い、あー長い。うわー結構高えマガジン。プラッパーでさえ2万5000円ぐらいだから、多少諦めなきゃいけない部分はあるかもしれません、うん、2万5000円で売ってくれてる人がいるから、その人の顔、あ優しい。もう売り切れてた。ドルいっぱいあるから、ドル建てのやつで3本で、3本、はいはいはい、買い占め、はい買い占め。もうひどい目にあったぜ。たくさっきすごかったね、なんかあのタワーディフェンスみたいにいっぱい出てきたね。おかしいでしょうよ、しかも貫通すんの。うんうん、おかしい。やめろよ貫通すんの、あそこ。マジで腹立つわあれ。でもまあスカブにしてみたら、でも頭狙ったらもっと怒るじゃんって。いや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 っつってなるよね。頭狙ったらなんだよこのクソゲーとかなんとかってまた言い出すんでしょどうせって。だから足狙った、足狙ったら狙ったで。いや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 、あんた俺隠れてんのにさ、足当てすぎなんだよなみたいな感じだよね。キャスターさんどうも、俺隠れてるよねみたいな。うん、まず第一に不自然なんだよね、単純に考えて。あんだけ隠れてるのにさ、なんで俺はあんなに食らわなきゃいけないんだって話になっちゃうんだよな。まあねまあね、それは言えて。あー、SKS だと PMC にあったときに辛いよな。これ何スコープ乗せようかな、ブススブススでも、あの PSO っていう4倍か2種類ぐらいしか選択肢ないはずですよ。
かもしくはあのコブラのものとつけて、コブラで、まあ、PS4 にするか。いや倍率ついちゃう、つかなくてもいいなとかってちょっと思ってたんだけど、そしたらあのよくサイガとかに、いやでも、まあ、あったらあったでホラーみたいなとこあるじゃない。まあね、まあね、それはある。普段使いの AK がもうないのか、どうしよう、何持ってこっかな。これマガジンもう一個買わないとダメだな。ちょっと高いけど、金なくなってきちゃったな。あら、74円でもつまんねえな。まあバッグ山ほどあるんだけどね、一応これ、ほらリグとかもこの間のうまで。あー、そうだね、うまっつって、うまじゃないな。英国つけるか、ベータ2で、あ、これでいいや。よし、やった。あー、こうなっちゃうんだよね。あ、分かった分かった。これを持って、あれ？ああ、そういう感じ。一個出すかじゃあ。で、こんな感じか。そうすればこれ微妙に一列ちっちゃいんだけど、微妙なんだよ。ここか。これ微妙な隙間ができるんだよね。どうしてもできちゃうね。まあ、回復はこんなんで、オッケー。私はオッケーやで、はいはい。私はねえ。私はねえ。私の目はまだでございます。こんだけさ、カメラ広角になっちゃうと、あれなんだよな。緑の幕買おうかなと思ったけど、だいぶ緑貼らないとさ、抜けないんだよね。そうだね。それはね、コメントしようと思ってね、グリーンスクリーン買わないんですかっていうのは、なんかちょっと興味があったんで。そう、これね、結構あるよ。こんだけ貼るってなるとね、4メーターの縦が、4メーター、2メーターは欲しいよ。あれって量り売りしてくれるんですか？そんなわけないか。多分アマゾンとかではあると思う。あ、なるほど。何メーターかけな、何メーター分ちょうだいみたいな感じか。どうだろう。上からアングルはまあ今回はね、ちっちゃいから下にしてる。いや、こいつ自体がこんなに広角に撮れると思ってなかったから。あ、手ブレ補正を入れればこうだいぶね狭まるんだけど、でも三脚に置いてる時点で手ブレ補正いらないからね。確かに。グリーンの色紙、これね、ここの後ろのこれは実はあのロールカーテンなのよ。でこの後ろにあのおじさんの汚ね寝床があるから寝床って言う時点でなんかさ、もうに匂うよ、匂うでしょ。ござの上とかね。なんでござ、ござ引いてね、
ゴザかぶって寝てんのみたいなさ新聞、どこ新聞とね。そう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 、そうやっぱそっちはあんまりさ見せたくないから。まあね、プライベート空間なのに。要はアロックさんどうも、こんばんは。顔出し初めて見ました。今日のカメラは RX0M2 です。まさかドリキンさんのファンであるとは。ちなみに14時の、ああのんきに構えすぎてた。インターか。初めての顔出し、おじさんの顔出し見ても何もいいことないでしょう。カメラの、性能を見るには被写体が悪いよね。もう今更バーチャル YouTuber みたいなのに してみたらすげえ今更すげえ今更だけど、もう廃れてるからねあれ。うん、だいぶほらアライグマとかさ、猫とか犬とか動物シリーズのやつあるじゃん。ね、あの可愛い漫画の女の子。まあ昔からあるやつね。そうそう、あのバー VTuber が出る前に、うんうんうん、スチームに売ってるやつね。あれスチームで売ってるんだ、うん、へー。スチームに売ってますよ。あれにしてみると。ノリキンさんの動画見てマイク買いました。意外にみんなやっぱおじさん好きだよね、ああいうガシェット系の。そんなことありませんよ。しかし、しかもイケボです。しかもそんなことないよ、うん、顔出てるとさ気持ち悪いよね。おじさんがおじさんが声作ってる気持ち悪ってなるよね。いや別に、うわおじさんなんか決めて声作ってキモいみたいな。今多分あれだよ、今26人ぐらい見てるうちの25人ぐらい鳥肌立ったと思うよでもほらアルファさんっていうイメージがもうできてるからね。だから平気平気。大丈夫、ギリ大丈夫。ギリっていうかもう全然何やっても大丈夫。本当。あ、もう開くの早。え？なんか今日すごい開くの遅いんですよ。いつもにも増して。さっき配信してひどい目に遭った。こっちの色の方がいいね。ちょうどね、ここのね、マイクがね、右上が見えないんだよね、モニターの。立ち風呂打ってラーメン餃子食べるゲームのおじさん。最近でも、5月連休明けてから行ってないな、パチ屋には。最近パチ屋のツイッター、ツイートあんまり例えば出てないね。うん、忙しいんで仕事。なるほど。仕事とゲームが忙しいんで。タルコフすげえやってるよね、あれも。うん。バカみたいにやってる。っていうか早く、あの、水霊の動画編集しろよって話だよね。てか、浅草さんまだわからんよ。そう。で、何が原因かなと思ったらね、ディスクがすげえ回ってんの。俺の SSD 遅すぎと思ってるんだけどさ。んそんなに違うかね。一応 SSD には入れてるんだよ。なんでそんなにあれなんだろうね。 SSD に入れててそんな遅いことある？書き込みのスピードは結構
変わったりする。書き込み、書き込みさ、ほらリード、リードだよね。リードは、あ、ライトの方、ライトの方。リード、ライト、ライトは、うん、基本的に何してもそんなに速くはならない。もう、もういる。 スキャーブ、あの、坂の方。どうやって行こうかな、こっちから行くの。おお、おもうもうもうぶっ放してちょっとぶっ放してみたくなっちゃった。なるほどね。 VSS ちょっと VSS で あいつらちょっとさっきひどい目にあったんで、あいつらちょっとやってきていいですか。くらこのおっちゃん。やったやった、ナイス。あそこのあのなんだっけ、天井を抜けてる戦車の手前あたりから入りましょうか。だから了解。あの地下から行きます。了解。あいつカード持ってんのかな、ラボキー。さっきフューエルコンディショナーとねカード同時に出てきてびっくりした。もう激金持ちじゃないですかそいつ。うん、なんかレイドの終わりの頃のスカブは金持ってる説っていうのがあるらしいですよ。それを証拠にピルグリム持ったスカブって割と後半の頃に見かけないですか、ね、ああ言われてみれば確かにそうだねってさっき配信で話してて、仕返しじゃーっつってまあまあブチギレ案件仕返しないっす。おちんちん、おちんちん決めます。おちんちん決める、了解。はい、おちんちんちょっとぬりぬりします。じゃあ俺も、はい、口の周りにおちんちんぬるぬるしちゃおうかな。このあのゴールデンスターのキャップ改善されないのかな。ね、いつもなんか硬いよね。うん、えっ、ご飯ですよぐらい硬いよ。しかもそれ一発目のご飯ですよでしょもうだってだいぶだいぶ食べたやつだよこれあれこれどっちから入るんだ、こっちの駐車場、逆、あっちの駐車場だっけ、入り口違うよねこれ。もうもう4ご飯ですよぐらいしか残ってないからねすごいもの来や。あー、チンチンぬりぬり。ねえ、あーこっちから入るよりゴシャンから入って、ちょっと地図見ますね、すいません。ゴシャン側の正面から入るか。あ、オッケーオッケーオッケー。地下やめます。やめマウス、やめます。マガジン何発も何個持ってきたの。3マガジン。ほうほう。だから VSS 落とすと自動的に4マガジン落とすことになる。なるほどね。OK。 ういうい、今 M4 の音したよね、ゴロゴロンゴロゴロンつってしたね。まあほとぼり冷めた頃に真ん中辺に寄る感じで、タスクはタスクで優先させちゃいましょう。ちょっと M4 に勝てる自信はないね。ないね。え、ブススでもダメ。もうないないない。ああもうない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 無理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 。スカボにやられちゃうんだよ。だってだ M24 は M24 だって、レミントンはしょうがないじゃないですかボルトアクションでさ、あんなにジャジャ来られたらさ、それを負けるって。でしかもね、ダンボール貫通するしね。ねえ、オブジェクト貫通されまくって、チートだよね、よく考えた。うん、チートだよあれ。うん、俺なんか知らないけどダンボールので隠れてんのに俺の足もげてんだよもう
ったところに入りに行くのがまあいいか。トップブランドでしょ。ちょうどいる目の前に、うん、でも下の階に回るようだからそんなに勝ち合うことはないと思うんでね。入り口だけ頑張ってクリアすれば。出張くら浅草さん、そういえばあの厳選しなかったんだね、リシェード。厳選リシェードって あの全部入れた、うん、そう全部入れてた。私厳選して2つしか入ってないんで、あのアイナンとかっていうのを入れてないんですよ。うんうん、まあ後からね入れればいいかって思ったんだけど、なんか結局よくわかんないけど全部入れちゃった。なんかチキチキチキっつった。あ、ここそうだっけ、わかんない、違うかもしれない。アデマさん、グラブ集めてない。あ、どうぞ。いいの？いいよ、ここでもう終わってる。いいの？えんやで。こんなとこにもグラブ湧くんだね。ここ、テトリスとか湧くし。サーキットボードいただき。うーい。で、そろそろお店巡りが始まるのか。あ、トップなんとかってあそこ行くんじゃなかったっけ？ここ行く。この隣だよね。うん。車線切りながら。ここまず1個だよね。あ、ピピッと落とした。おべべ。で、ちょっと裏に隠れて地図見るんご。すげえ、お着替えしてる人がいる。スポットがあって。で、このまままっすぐ行くと、あの、なんだっけ、エスカレーターじゃないですか。入り口。うんうんうん、あそこをさらに突っ切ると、2個ぐらいあるね。で、正面っていうか、このまままっすぐ行きますか。はい、了解。うい、英国バイスコにして持ってたのがいいのかな。ここは違うよね。戦車のとこかな、これ。うん、ぽいね。走りますよ。おい。無視して。この隣か。だからそこか、もう一個先か。おじさん二人がお洋服屋さん巡り。あ、ここだ。ここで次が ここは違う。ノルテックストレンド、あ、ここだ。ここへ。ここっすね。ほい。あとはちょっともう一回地図見ます。ほい。ほい。もう丸投げ、浅草さんに丸投げ丸投げ案件。次どう行こうかな。ここでしょ。トレンド、あ、あとエマーコム行って、アボカドか。はいはいはい。どうやって行くかな。TTS から抜けるんだから。はいはいはい。行きますか。もう連れてかれるがままに、おじさんがおじさんに連れてかれる。
しかも行くのは全部洋服屋っていうね。で引っかかった引っかかった。後ろが臭いけど大丈夫か。こっからこっち走って、あ、そうだ、サーキットボードとか必要なんですよね。さっき、あの Tボランとか必要。話したくはない。もう何でもやってくれるから好き。ただお前は、ちょっと木が違うな、1個上げすぎたな。これは2階行くドアだから、ここだっけ。配信暗いかな。大丈夫じゃないですか。あ、コードだ。あ、コードだ。あ、ボタン待ちです。 CPU ファンは大丈夫は、タスクじゃないんだ。 CPU はだいぶ拾ってますけど。了解。はいはい。あそこの将来巡りしたときにすごいいっぱい拾えたけど、 CPU。 あー、そうだね、確かに。ひひ、見えますよ、大丈夫か。うん。お、さっきの M4 の時だね。あ、コードここある。あれってコードって5本欲しかったんだっけ。あー、何本だかちょっと定かじゃないですね。3本だか5本だか。おおおおおお、やってね。この人とはなんか当たる気がするな。まあ半分見たんで、仮に死んじゃってももう一回来ればいいだけの話ですね。うん。どっから入ってきたんだっけ、そういうの。こっち、こっち。そっちか。あ、そっちか。いや、いや、わかんない。わかんない、ね。どっちでも一緒。うん、最終的にどっちでも一緒。一緒だね。戻ってない、これ。いや、そっちでいい。そっちで大丈夫。あ、そうだね、合ってるね。で、ブリザードから入って。ブリザード、ブリザード。スキャボーいるかな。さっき食われてたの、その辺で M4 に食われてんじゃないかな。この辺からちょっと注意ですね。この反対側か。おうおう、今ゴシャンだよね、きっと。違うかな、どうだろう。あとは戦車のところの反対側かな。ちょっと待ってください。戦車のちょっと待って。来てる、はいはい、来てる。スカブだ。うわ、バレるのかこれ。やった。やったやった。了解。カバーしてまーす。あぶねー、足がもうちょっとでなくなるぞ。なんかうわ、誰か。ヤッハーって言ったよ、ね、今。うわー、ヒャッハーっつったよ。
とりあえず OK かな。はい、じゃあこっち側からいきますか。ゴシャンとちょっとリロード卵埋めしないと。了解。OK。やり合ってるね。2人いる。遠ざかってるね、足跡的には。足音か。うん、聞こえなくなったね。めんどくせえのがいるな。うん。まあ、真ん中行くからね、当たることは当たるでしょうね。いいですか。いいです。ありがとうございました。はい。じゃあちょっと怖いけど、どの道も怖い子は言ってらんないんで。ですね。ガンガン詰めていきましょうよ。やっちゃいましょうよ、もう。やっちゃうよ。落とす。アルコさんのとか。はい、クリアと、みなしクリア。ほわーって言ったね、今。うん、ゴーシャンの方、今どこの銃声だろ、それ。ゴーシャンか OLI か。 OLI の方だよね、多分。そうだよね。とりあえずそのテント入るか、俺も。うん、アボカドあった。先にアボカド入って、そんでゴルチェ置きますか。オッケー。覚える愛だね。だね。はい、これで全部回ったはずなんだよな。で、戦車のところってこの反対側っすよ、ね、すぐ目の前だよね。うん、よし。ゴルチェ3つしかよこさねえのに9個置いてこいって、おかしいんだよな、ね、数が。ここまだ朝が出てない。多分ここだったと思うんだよ、ね、これ以上。うん、あ、そうっすよ、そうっすよ。先どうぞ、アルカさん。なんか喋り声したな。スカブいるな、まだ。了解。来てるっぽい。了解。笑ってるよね。ここからは聞こえない。多分通りにいるね。了解。すげえ近い。大丈夫大丈夫。これ私ね。うん。はい、OK。 はーい、じゃあちょっと代わりに。長えなこれ。まあ1分だからね。
ただこのゴール中3つ置いてもさ、インターチェンジで夜間の間に PMC15 キルっていうのがさらに加算されてるから、ああ、うん、まあ夜間の、あ PMC か、 PMC はうざいね、ちょっと。そう、まあたまにインチェ来てちょっとずつやるしかないかなって。だね、うん、誰か走ってきてる、走ってきてる、キラっぽくない？いや通り過ぎてた。下まで降りてないかな、そこで止まってんじゃないかな。まだ、やった、あいつ頭当たってないの今ので。通りに行ったね、はい、真ん中の通りに2人ぐらいはいるかな、うん、1人はやったけど、まあちょっと遊んできますか。なつってるとあいだってなるんで、ね、あれが一人でしょ。よ、誰が来てる、誰が来てる、重心が見えてる。スカブか。やった。了解。まだいるの？別に食らってなかった。あ、了解。来てるね、ちょっとじりじり。まだ来るんだね。てかここにガンパウダーあるし。お、ナイス。そりゃ友達殺されたら怒るよな。通りに隣のあれかな、建物の中入ってんのかなっぽいね。パッと帰って次のレイド行きますか。もう一人歩いてるよね。うん、誰か来てる。反対側から来てる。真正面にも一人いたような気がするな。
雨の音かな。雨の音もするんだけど、あのカサカサっとは言っちゃね。うん、まあ帰りますか。あ、ちなみにジュースあるけどいります？はい、パイナップルジュース。いいんですか？どうぞ。ここね、どうぞ。来てる。遠くなってるか、うん、いや来てる来てる。2人ぐらい来てるかな。酔っ払ってるね、ちょっと。レレレのレレレレっつって今。だいぶ出来上がってたね。通り過ぎてたな、あいつ。こっち気づかず。逆からも来てた。っていうか、あそこ空いてるわ、牙。でしょうね、もう何分？ M4 兄貴が開けてたか。うん。っていうか、無限スカブかな、これ。ね、そんな感じで。あ、やべえ、お腹なくなるちゃうとこだった。あ、了解。大丈夫。ちょっと弾ごめなどなどします。こっちからまだ来てるっぽいんだよな。S ケースか。まだ来んの？うん。あー、嘘、頭抜かれた。え、マジか。うわ、最悪。油断した。外出てる。入り口のところ。何で抜かれたんだ今。ラッキーヘッションもらった。ないけど、ちょっと待って、了解。とりあえず牛だけは隠すよ。ショットガンかな今の。ハンターみたいな音はしたけど。ヘッドって書いてある。了解。やられた。まさか抜かれるとは思わなかった。頭調子に乗ってたわ。ちぎしょー。アルファさん、どれだ。アルファさん、あの穴の真ん中で、穴の途中で死んでるもん、しかして。穴の途中？うん。アルファさんがどれかわかんない。あれか。了解了解。穴の途中ってなんだろう。穴に差し掛かる途中に。いや、そんな方にじゃないよ。戦車のすぐ左ぐらい。うん、見えたら補足。まあブススー持ってるなんか変な加齢臭が漂ってたら、それは私です。了解。とりあえずブススーは隠してくる。くる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 。ブスストリゴンだけこうペッてやっといてくれれば。了解。ザコシしたー。ハリウッドザコシ勝者。ん、はーちゃんどうも。はーちゃん、はーちゃんどうも。目立つなこれ。
何持ってこうかな。こっちか。ドノーマルの416を拾ったんだよな。最近416落ちてるよね。マークドに、あの魔法陣に落ちてましたね。ほうほう。っていうかさ、インターアライブしなきゃいけないんだよね、めんどくさい。あ、そうだっけ。うん、確かアライブって書いてあったと思った。タスクね、見て回ってくるだけじゃ多分、うん、アライブ書いてあるわ。マジか。で、ゴルチェ置いてくるやつは大丈夫だよね。完了。うん、さあ帰ろ。のしって。のし。はーちゃんもあれだよね。あれ上手くなったよね、あれ。アペックス。あっね。何時だ今。11時か。11時か。これはもうラボか。ここ囲まれてる結構。いっぱいいるんだ。てか寄ってくる、なんかあれだよね、スカブの量調整入ってすげえいっぱい来るようになったのかあんのかな。ねえ、スカブ多すぎ問題なんだよね。ちょっとさ、たむろってやってるとすげえなんか囲まれて、そのうちほら壁貫通とか使ってくるから、うん、やられすぎると向こう。よいしょ。まあ無理にでも突破するか。何キルした俺。そう、あでもそうでもないか。うまくなってない。そうなってると思うよ、多分。知らんけど。すんずれしました。うん、ダメだ、弾が足んなくなってきた。ブスス使っちゃえば。いや、袖どころじゃないぐらい。いや、もう帰る。顔出し先輩だぞ。あ、どうも安永さん。そうですね。安永さんさ、顔出ししてるけどさ、カメラの性能良くないからさ、こんなに綺麗に映んないじゃん。先輩か知らんけど、偉そう言ってくるけどさ、カメラの性能良くないじゃん。安永、お前何やってんだ安永。しつけえ。いや、これあれだから、柴田の真似だから。そうなんだ。そう、芸能人が何か やらかすとほら、お前何やってんだっつって言ってすぐ動画上げるから。そこそこって何。おじさんのアップだよ安永。安永さんもほら、キャメラ買おうよ。キャメラね。8K 顔出し考えてる。キャプチャーボードないんで、残念ながら 8K の。あ、あるけど、ブラックマジックデザインで出てるけど、あれは多分、よっぽど知らないと、あれ、できないんじゃないかな。っていうか、8K で出したところで、
キモいおじさんがキモくなるだけだよ。しかもあれだからね、多分 8K って最近知ったからね、そのワード。銃何持ってこうかな今度。防具が、えーって、 8K のキャプチャーボード一応あるにはあるけど、業務用のえぐいやつしかないよ。っていうか 8K で見れる、なんかチカチカしてんな背景が。今見てたら、カエルカエル、よいしょ。